はい、どうもこんにちは。今日はですね、ヒョウモントカゲモドキの、ケージについての話でございます。過去にですね、何度か、動画アップしてると思いますが、あれからですね、しばらく経ちまして、ようやくですね、ヒョウモントカゲモドキカイル君と、カリンさんのですね、ケージ内レイアウトっていうものがですね、固定されました。今までですね、ちょっとどれをどの配置にしてどう置こうっていうのをですね、ちょっといろいろ試行錯誤を繰り返していた結果、ようやくですね、この形に、整いました。なので、それをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと前回とはですね、違った仕様とか、違ったものを入れておりますので、そこを紹介していきたいと思います。で、まあ、早速ちょっと開けていきますけれども、まあ、多分、シェルターとかは、パネヒの位置は前回と一緒ですけれども、そう対しては変わってないですけれども、ちょっとね、前回動画アップしていた時から、いろいろと変わってるところとか、まあその他、詳しくですね、紹介していけたらいいと思います。で、まず中身に入れているものはですね、下にパネルヒーター、上に断トツ、最高最低温度計と、水入れと、普通の温度計と、石と、シェルターと、マルベリー CA 入れているキャップでございます。で、まずパネルヒーターの位置。ちょうどね、こんなものがあるんで、こんな感じです。はい。この辺。こういった感じでパネルヒーターがあります。あとこうね。こう。で、パネルヒーターなんですけれども、ヒョウモントカゲモドキが入るケージの約7割から8割がですね、パネルヒーターの上に来るようにしております。で、奥、このね、奥、この奥ね、スペースあるんですけど、この残りの2割から3割ほどはですね、パネルヒーターの上ではありません。ヒョウモントカゲモドキのですね、ここから、まあ、この辺、約7割か8割ぐらいがパネルヒーターの上に来るようになっております。で、右側はですね、パネルヒーター、この辺りまで来ております。この辺り。このね、石がある真ん中のところ。今、差しで線引いてるこの辺りがパネルヒーターになります。で、これぐらいですね、パネルヒーターにヒョウモントカゲモドキのケージが被るように、しております。で、この石、何のために置いているかというと、シェルターがこれからこっち右に寄らないため、パネルヒーターのちょうどいい位置を、調節しておりますね。右に行ったらちょっとパネルヒーターの被りがですね、ちょっと浅くなるっていうのがあるんで、あの石で、シェルターがここからも右に寄らないように、調整しております。まあ、ついでにですね、あの石の上がですね、パネルヒーターで暖かくなっておりますので、人間でいう岩盤浴的なことがですね、ヒョウモントカゲでもできます。あとは登ったりとかね、ちょっと運動がてらになります。大体パネルヒーターは、先ほど紹介したところから、まあ、このあたりですね。こう来ておるわけですよ。今見えたね。こう、こんな感じで、パネルヒーターが入っております。で、ついた半分はですね、断トツです。この上にですね、断トツの M がついておりますけれども、ちょっとお見せするのが大変なので見せませんけど、断トツ M を取り付けて、こちらですね、サーモスタット。こちらを置いております。だいたい26度、27度。まあ、そこまではいきませんけど、だいたい26度か25度ぐらいかな。それぐらいで、断トツがつくようになっております。で、多分前回と変わったのはですね、これは水入れかな。水入れをエキゾテラの、買ってきたやつにしました。ちょっと高かったですけど。で、あと温度計は変わらずに、で、位置なんですけれども、これね、ちょっと餌はですね、ミルワーム入ってたんで、入っていないのを取ってきました。ここ。こういった感じで置いております。餌の位置、水入れの位置、ビタミン剤の位置っていうのはこういった感じです。ここから、まあ、カイル君が見て、こう、餌を取りに来れるような感じにしております。で、これがですね、このラインが、ギリギリパネルヒーターの被っていないライン。ギリギリ。確か。確かそんな、
そう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 。ギリギリね、パネルヒーターの被っていないラインで、パネルヒーターの一番縁っこがここね、この辺に来てるんですよ。ここに来て、こっちか、パネルヒーターのないところに置いております。でね、パネルヒーターの上とかにですね、ミルワームとか置いてたら、熱いせいか、逆に熱すぎるせいで、裂けようとするんですよ、ミルワームが。だんだん、パネルヒーターのない方へと行こうとするので、パネルヒーターの被らないところに、こういったものを配置しております。当然水をですね、パネルヒーターの上置いとったら、蒸発とかしてしまうんでね、すぐ乾いちゃうので、パネルヒーターのないところに置いております。で、カイル君ですね、ヒョウモントカゲモドキって糞をするのが一箇所なので、非常に掃除がしやすいです。そのためこちらですね、一箇所だけキッチンペーパーがですね、四つ折りにされているのがあると思いますけれども、ここがカイル君のトイレになります。そのため、あそこだけですね、糞をされると取り替えるっていう形にしております。で、ケージ全体はですね、まあ、こんな感じで、見えるかな。絶対掃除機かけた後だからな。ちょっとな、機嫌悪いな。という感じでございますね。はい。現在の温度は、24度、最高28度、最低23度。まあ、そこね、ヒーター何もないところだからね。ああ、もう店をダントツ。はい。こんな感じでございます。ダントツつけております。照明の方はですね、撮影用につけているだけで、普段はつけておりません。LED のライトになります。で、カイル君のケージは、こういった感じでですね、もう一段落しました。これからレイアウトを変更するっていうことは、まずありませんので、まあ、過去の動画を見てね、こういったレイアウトだなと思ってた方はですね、まあ、こういった感じに直しておりますので、はい。で、続いて、カリンさん。カリンさんも、はい。こっち開けているのはパネルヒーターの関係ですね。パネルヒーターこっちにもあると言っちゃあるんですけれども、ちょっとそのね、パネルヒーターとシェルターの被っている割合がちょっと微妙になってくるんで、こちらもですね、カエル君と同じく、シェルターの約7割がですね、パネルヒーターの上に来るようにしておりまして、向こうのキッチンペーパー四つ折りされているところがですね、カリンさんのトイレになります。その手前に水入れと温度計と、マルベリー CA を入れている、蓋になります。で、餌入れはどこに入れているかというと、まあ、当然ここですね。ここ。ちょっとワームの入った器しかないんですけれども、ここにね、餌入れを置くようにしております。大体の配置はカイル君と同じですね。水入れ、粉、餌入れはカイル君と同じような配置になっております。はい。ちょっとお邪魔しようかね。こいつね、活発なんですよ。これだけ。シェルターはですね、こんな感じでですね、水がボタボタ垂れるぐらいの、湿度となっております。当然ね、水苔シェルターもですね、変えてやらないといけないんで、まあ、掃除はしております。ちょっとね、やっぱり色が悪いけど、カリンさんとカイル君でですね、餌食い比べると、こっちが上手で、こっちが下手くそ。で、行動は活発で、ちょっと微妙でですね、爬虫類ショップではこっちの方がね、なんか食いつきがちょっと悪いよって言われたんですけど、全然そんなことなかったです。こっちの方が食いつきが良くて、こっちがなんか、おっとごめん。ちょっと悪いような感じはしますね。同じ数、20匹のミルワーム入れてたんですけれども、2日前に。で、今ね、カリンさんの方で残ってるのが 1,2,3,4,5,6,7 匹。同じ数のミルワーム入れてて、こっちは7匹のミルワームが残っております。で、カイル君の方が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16匹残っております。うん、この差はね、いまいちわかりませんけれども、とにかくね、こっちはね、よく動いてる。夜だろうが、朝だろうが、昼間だろうが、電気をつけていてもよく動いてるのがこっちです。で、こっちはですね、爬虫類ショップでとにかくよく動いていた。元気な活発なのを買っていたんですけど、なんかうちに来てですね、おとなしくなりましたね。落ち着きがなくなったというか、ケージが広いせいかもしれませんけれども、ま、ヒョウモントカゲモドキこんな感じでございます。また何かありましたら、リクエストとかありましたらね、動画、出していきたいなと思っております。まあ、基本出すようにはしておりますけれども、
こんな感じでございます。レイアウトの方はもうこれで固定ですので、ですね、ちょっとあの皆さんの参考になればいいかなとは思っております。当然水苔シェルターはあの自作ですのでご注意ください。売っておりません。まあタッパーは売っておりますけれどもね。はい、これ出しとかないとね。まあこんな感じでやっております。まあ非常にね、買いやすいと言っちゃ買いやすいけど、まあ個人的にはやっぱりコンスネの方が買いやすいっていうのもねあったりなかったりします。はい、こんな感じで京本蟹もどき、カイル君とカリンさんの、刑事紹介でした。ちょっと重複している内容もありますけど、かなりまあこれであの落ち着いたっていうことでですね、こういった動画にしました。まあ今までコロコロちょっとね、やっぱり使用上初めての飼育っていうことでレイアウト変わっておりましたけれども、この方で固定したいと思いますので、ご視聴の方ありがとうございました。